新外国人の守備、想像の斜め上すぎたけん。なんや、これ。これロドリゲスのショートダッシュあるぞ。カリステ2世がもういるのか。安心して見れる守備や。投げ方がくっそかっこいいんだが。日本人では真似できない、メジャーリーガーの動きにワクワクしてる。可能性を感じれるな。めちゃくちゃうまいやんけ。二遊間争いが、本当にわからなくなってきた。カリステと組んで、外国人二遊間の爆誕。守る方はなんとかなりそう。こういうバネを生かした動きってかっこいいね。開幕スタメンも、全然可能性がある感じや。可能性しか感じない。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。